北越列車。北越は日本国有鉄道、国鉄や東日本旅客鉄道、JR 東日本、西日本旅客鉄道、JR 西日本が大阪駅、金沢駅、新潟駅間等を北陸本線、新越本線経由で運行していた特急列車である。本港では北陸地方の各都市間を結んでいた。 優等列車の遠隔についても記述する。1969年10月に大阪駅新潟駅間、東海道本線、北陸本線、新越本線経由で臨時列車として運転を開始した特急列車で、1970年3月には定期列車に変更された。1975年3月には湖西線が開業したことにより、同線経由に変更されている。 1978年10月に、北陸方面の特急列車の運転系統の見直しにより、大阪駅発着の列車を来庁の愛称としたため、一時、金沢新潟間の区間運転の位置を往復のみとなった。しかし、上越新幹線開業を機に、白鷹が長岡を境に、系統分割されるようになったため再び、北越の本数が増加した。一時期は、白鳥、 急行、白雪格上げによる増発分の系統割りによって、福井駅まで運転されていた時もあったが、主に金沢駅発着として、北陸地方都市間を結ぶ役割を担うようになった。2001年3月には、大阪駅発着の来庁、サンダーバードの運転系統の整理に伴い、大阪駅新潟駅間の来庁に往復と、白庁が廃止され、 金沢駅新潟駅間運転の中高特急は北越に統合れた。しかし北陸新幹線開業によって金沢直江妻の北陸本線が第三セクター化されたため北越も廃止となった。旧国名である越国の北部にあたる越中国と越後国の二国を合わせて指す故障である北越が列車名の由来となっている。 運行終了日である2015年3月13日、現在の運行外況は次の通り、全列車が金沢駅新潟駅間の運転で5往復10本が運転されていた。金沢駅発は奇数、新潟駅発は偶数であった。本数が少ない理由としては、当列車の運行区間である、北陸本線内では、白鷹やサンダーバード、白鷺なども運行されており、 これらの列車で保管されていたためである。また、新越本線内では、北越の保管列車として快速、首木屋も運転されていた。金沢駅、津端駅から、伊木駅、高岡駅、小杉駅、東山駅、滑川駅、小津駅、黒部駅から、入前駅から、白駅、糸井川駅、直越駅、柿崎駅、柏崎駅、長岡駅、三つ家駅、東三条駅、鴨駅、二津駅。 新潟駅新潟駅金沢駅間上り3時間37分から42分、下り3時間39分から45分。JR 東日本の新潟車両センターに所属する485系電車、1000番台主体の T 編成及び3000番台の R 編成6両編成が使用されていた。主にリニューアル車、三千番台か千番台、いわゆる 上沼水色、または T18 編成、ごく稀に、K1.2 編成で運転されることもあった。485系1000番台のうち、K 編成の全車両と T 編成中間の座席指定席車には座席を3000番台のものに、取り替えた車両を編成に組み込んでいる場合がほとんどで、ある。自由席車は、従来の鍵、リクライニングシートのクッションを、 バケットタイプに交換した車両と、元、大長編成のデラックス車が含まれ、これに座席のみ、デラックス車と同等で座席部のハイデッキや、座席の前後間隔拡大などはされていない車両も、存在する。JR における、在来線特急列車の英語表記は、リミテッドエクスプレスであるが、四百八十五系三千番台の、車内 LED 式案内表示機では、 新幹線特急列車を指すスーパーエクスプレスが表示される。また3000番台の全面 LED 式ヘッドマークでは日本海の波模様がアニメーションで表現される。日本レストランエンタープライズ運河による車内販売が行われていた。ただし3往復、下り3.59号、上り2.80号では車内販売は営業していない。また、 追加による決済はできない。かつては北陸トラベルサービスによる販売担当もあった。1961年10月に運転を開始した急行列車で石川県と新潟県を結ぶ役割を担う列車として金沢駅新潟駅間で運転を開始した。従来北陸地方の都市間の連絡列車としては北陸など上野駅大阪駅間の列車や 日本海など、日本海中間線直通列車が担っていた。しかし、必ずしも、効率的な運用がなされないことや、同日に、特急、白鳥の運転を開始したが、同列車が、新潟駅を経由しないためその補助の役割を、担っていたことが、背景に挙げられる。木五58系が使用され、雪の結晶がデザインされた大型のヘッドマークを、取り付けて運転されていた。 1963年に大阪駅新潟駅間に運転区間が延長され、大阪駅金沢駅間では奥の都と並結された12両編成で運転を行っていた。1968年10月に大阪駅青森駅間の夜行急行に北国の名称が使用されることにより、大阪駅新潟駅間の北国は越後を名乗ることになった。 白馬、白馬は北陸と新州を結び新たな観光需要の開発を目的として1971年7月から1975年3月まで運転された急行列車で当初は臨時列車であったが利用客が見込めると判断されて1972年3月に定期列車化された。金沢駅、都井川駅間は白雪と並結運転されていたが 観光客を中心に人気が高い列車で、1972年に、糸井川駅品の大町駅間の季節列車も運転されていた。しかし、1982年に平結運転していた白雪が白鳥に統合されるのと同時に、白馬も廃止され、大糸線全線を走行する優等列車は廃止されることになった。1988年に、 金沢駅長岡駅間で運転を開始し、北越の速達列車として位置づけられ、停車駅は、直越駅、魚津駅、一部のみ、富山駅、高岡駅のみに限られていた。車両は485系が使用され、普通車のみであるが、全車座席指定席で、自由席は連結されていなかった。長岡駅では、上越新幹線、 朝日に接続するように考慮されたダイヤで、金沢駅上の駅間は4時間10分に大きく短縮された。列車名は公募によって決定された。なお、同時に東海道新幹線に接続する白鷺の速達列車として、きらめきも運転を開始している。1997年に北越急行北北線経由の白鷹の登場に伴い廃止された。 なお、輝きの名称は2015年3月14日に長野駅金沢駅間が開業した北陸新幹線の最速達列車の列車名として復活した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。